リノさん。バイロンサンライズ。2021年2月の寒さに耐え、身を一つつけました。3月10日、防寒用の防虫ネットを取りました。木の枝には当該は出ていませんでしたが、葉はほとんど落ちていました。4月18日、まだ新芽の伸びは始まっていません。6月10日、新しい葉が出て、新芽も吹いてきました。花も終わり、実がついてきました。黒っぽい、長円形の実です。10月8日、黒い実が大きくなるにつれ、緑色に変わってきました。木の周りは雑草だらけです。除草の手が回りません。除草剤は使用していません。小型トラクターは、管理機、手作業で除草をしました。機械の入らない木の周囲は手作業で行いました。トラクターで除草しているとき、カラタチの根を切ってしまうことがよくありました。カラタチは木の周囲の直径2メートル近くの土の表面近くにも根を張っています。ということは、肥料は幹の根元の周りに散布する必要がないということです。10月14日、実は少し薄茶色になってきました。収穫時期が近いということでしょう。11月の上旬に実を取ります。11月2日、実を取りました。長さは約10センチ、直径 2.5 センチです。表面はやや茶色がかっています。11月6日、実の中を見てみました。赤い実でした。真ん中で切ってみると、中の実の粒のプチプチがゆっくり出てきます。